で、杉山氏二郎で、オバマさんは、そのね、今言ったみたいに座って3万、20巻出てくると、はいはいはい。で、人生の中で一番美味しい寿司だったって言ったことは、ペロリと平らげたのかなと思ったら、うん、半分ぐらい、で、残したっていうか、ストップをかけたらしいんですね。残したね。2、3巻でストップかけたらしい。いや、そりゃもう、あれでしょ、安倍に訓録入れやなあかんこといっぱいあったから。あ、確かにね。お前、これはお前、頼むでよ、お前。俺が防衛で守る言うから、お前、ちょっとお前、豚肉お前、ちゃんとしとけよ、これ。いや、ほら、そういう話が。そういうね、訓録入れられよったんですよ。支持率の話が出てね。そうなんですよ。俺の支持率のが低いんだから、心臓お前は6割ぐらいんだから、なんとかしろみたいに。俺もお前、背中にいっぱい、お前、しょってきょってきたんやと。じゃあなんで残したかということなんですが、なんで残しちゃったんですか。これテレビ番組でやってたんですがね、うん、その理由がですね、テレビでやってたよ、実はオバマ大統領はすき家橋二郎に行く前に、うん、銀座の、まあこれ同じ銀座なんですが、キューベイというお寿司屋さん、有名な寿司屋さんね、そのキューベイからホテルオークラのそのオバマ大統領の部屋に出前を頼んでたということらしいんですね。誰食べたんやそれ、寿司の前に寿司を、はい、寿司の前に寿司食べよったんや。で、今手元に資料がありまして、その銀座キューベイのその時のメモですね、うん、どういうものをこうじゃあ持っていけばいいのかって、うんうん、これその銀座キューベイの主人のコメントによるとですね、うんうん、オバマ大統領がすき家橋二郎さんの寿司を途中で食べるのをやめた理由はおそらくうちキューベイにあります。実はオバマ大統領がホテルオークラに到着してすぐ、つまり二郎さんの店に行かれる直前に、うん、うちの店がオバマ大統領に出前をしていました。なるほど、さっき食べとんねん寿司、言っちゃってんだねこれ。でその手元にメモが普通言っちゃダメでしょ。いや言うたら構えんから。いやでもいやキューベイにしたら意地があるじゃない。あるでしょ、二郎にも選ばれないけど、ね、一応名店って言われてて、キューベイ二郎と思ってるでしょうよ、うん、うちの方が先にねバラク食ってますよってアピール、ね、キューベイ昔これクリントンと一緒に行って食べた、宮沢喜一元総理とですね、クリントン元大統領が会食を行ったお寿司屋さん、ね、行ったことねえよ。ない行ったことない。板前ごと出前出前できる、出張寿司、ね、寿司ですか。やってます、ね、まあ、それキューベイ、なんかホテルの中に入ってるインチキみたいなキューベイには行ったことあるわよ。いやインチキだよ、あんなもの。本店かな、本店だけだよ。いやいやいや、それはインチキじゃないでしょ。インチキだよ、あんなホテルの中入ってるやつ。あれだ、やっぱ名ばっかりだよ、あんなものは。IT とかで儲けてるようなやつらは出前でさ読んだりしてる。死にゃいいんだよ。目の前で握る。死にゃいいんだよ、もう。ヒルズ呼びつけるらしい。死にゃいいんだって、もう。毒入れてたらよ、もう。死にゃダメだよ。キューベイ毒入れちゃえ、もう。ダメですよ、いや、キューベイの要は、頼んだいことやね、はい、これ。で、その時のメモを見るとですね、これ握りは穴子の握りで、その他何頼んだかってと、本マグロの中トロ2切れとか、霜降り2切れ、赤身2切れ、アジ1匹、天然シマアジ4切れとかですね、うん、ネギトロと赤身半々のこの手巻きですね、これを一本、カッパ&梅しそ球、ずいぶん、なんか、梅球好きなの、まだ。ずいぶん2ですね。梅球、これ一本とか、まあ、全部で1万6000円。これを頼んでるんですね、オバマ大統領の部屋に。中トロ2切れとか、これ、まあ、要は、お刺身ですかね。握りじゃない。作りですね。これでさ、20貫で3万円より高いわよ。高いか。これで1万6000円だよ。確かに。持ってんだよ、キューベイ、これこれ、1万6000円か、これ月山市場はね、単純計算すりゃ、1貫1500円ですもんね。うん、でも、穴子の握りを、大きいの1貫。うん、たった1貫。これさ、でも、1貫で塩と爪半々ってどういうこと？1貫を半分に割って、半分塩で半分爪を、そうですね。あるの？ものすごい。あるあるって、お前、なんでお前、その、俺寿司詳しいです、程度。違う。これ回転寿司でもありますから。大穴子って言って、もう皿からこう出ちゃうぐらいの、このブワーってやつは、こっちが爪でこっちがってありますわ。それどう開けとんのそれ。それも一緒です。だから穴子自体は詰めてなの、煮詰めた寿司ごろまで始めるのなんだよ寿司ごろって。子供きつかさって寿司だもんね。ああ、ね、ありがたい。本当だ、そこなんですよ。実はもともと寿司って感じなんだもん。監督実は寿司大好きな。知るかそんなもん。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょうけど、知るかそんなもん。もうちょい乗ってよ
ハーフ&ハーフやねん。まあ、ほってください。あります。でもそれをさ、オバマがさ、ね、知ってて頼むってすごくない？普通は知ってんやろ？エアフォースワン乗ってる時から。今日着いたら、おい、で、どこ行くねん、とりあえずは。武漢が言うとんじゃん。向こうの、アメリカ側のオーダーですからね、あそこ行きたいっていうのは、ね。そうでしょ、いや、もうあそこ行くことになってまんねん。あ、そうかいなと、うん。そういうの分かっていながら、飛行機降りて、大倉行ったと。あれ、オバマが食ったんじゃないんじゃない？横のやつかな。横のやつが、お前じゃあなんか食えよって。横のやつ、お前どっちみちお前、俺はお前、ジローでお前割と食うけど、お前ら、お前寿司食えねえだろ、つって。食うか、ちょっとなんか寿司頼んどけよ、って言って。キューベ出ませんよ。そう、横の、これか。すごい、お月に食わしたんじゃない？そうかな、あれね。ちょっと寿司屋に行く前に、でも、ちょっと俺も食れ言うて、俺多分ね、アナゴは俺食べる前で食べよったと思う。アナゴはちょっとびっくりするだろ、これなん違うんだお前。それ半分色分けしてるちょっと半分それくれ言うて食おったと思う、ね、いずれにせよこれオバマのお月は梅きゅうを頼むぐらい寿司にちょっと詳しいってことよね。そうね、梅きゅうだけはどうしてもって誰か言ったんじゃないかな。なんだ梅きゅうってこの野郎言わないもん、ね、なんだこの変な赤い子のぐじぐじってのはっていうこんなもん食うのか。そう、あ、知らないんすか梅きゅう。梅きゅうないっすよって言ってたよ、誰か。モグリっすねみたいな。絶対そうだね、言ってる。オバマじゃねえって、これ食ったの。違うな。SP のボスみたいなやつ。絶対そうだよね。食わしとったの。こんな、シマちゃんみたいなやつが梅きゅう好きなのよ。後ろで、そんな顔しとった。絶対。